J1 開幕前最後の公開練習を昨日磐田市で行ったジュビロ。その様子をクラブハウスから見つめていたのが OB で元ブラジル代表キャプテンのドゥンガさんです。ジュビロ tem que ser uma equipe agressiva, né? Que joga com coração e com muita motivação. Talvez vou ter vontade de jogar, né? Ah, 多分あの自分がプレーしたくなっちゃうかもしれないです。開幕戦をヤマハスタジアムで観戦するため、おととい来日し、およそ20年ぶりに磐田を訪れたドゥンガさん。ジュビロ黄金時代の礎を築いた東証からの激励は、選手たちにとっても大きな後押しとなったようです。僕たちに対してはあの新しい歴史を作っていってほしいという言葉をかけてもらいました。ドゥンガさんからいただいた言葉というのをしっかり体現できるように頑張りたいなと思います。僕の世代でいうと本当にバリバリブラジル代表で、ね、やっていた時期 もう見させてもらっているので、不甲斐ないプレーしたらすぐタックルでもされるんじゃないかな。